日ハム、戦力外。日本ハムは28日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で宮内春樹投手、北浦隆二投手、育成選手の斉藤慎二投手、柿木投手の4選手に対し、来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。区内と北浦は育成契約を打診された模様。柿木は2018年にネオラと共に甲子園を春夏連覇した大阪桐蔭の背番号1をつけたエースで、同年ドラフト5位で日本ハムに入団。22年に4試合に登板したが、同年オフに戦力外通告を受け、育成契約を結んだ。区内はタコ、明星大から日本製紙石巻へ進み、2022年ドラフト6位で日本ハムに入団。1年目の昨季は15試合に登板し1勝を挙げた。昨年オフに育成契約となり、12月に左膝前十字靭帯の再建手術を受けた。今年7月に支配下に復帰したが、今季1軍登板はなかった。北浦は白鴎大足利から2017年ドラフト5位で入団。今季12試合に登板し、2勝1敗、4ホールドだった。斉藤は奈良市の東京情報大から2020年育成ドラフト2位で入団。1軍登板はなかった。柿木は、悔しい気持ちはありますけど、覚悟はしていました。結果が出ない時期でも6年間育ててもらい、ファイターズの皆様とファンの皆様に感謝したいです。野球を続けたいと思っていますと、現役続行を希望した。北浦、斉藤も現役続行を希望し、区内は、少し時間をかけて考えたいと思いますとした。柿木の2年前の高騰は何だったんだ。今更ながら、ハンカチ王子が戦力外にならなかったのがほんと不思議でたまらない。最近、大阪桐蔭出身の選手はプロでパッとしませんね。横川のが大成しそうなの見ると、ドラフトってわからんもんやね。ネオ世代と言われても他に誰がいたか頭に浮かんでこないな。大阪桐蔭 OB がみんなプロで活躍できるわけではないけどね。まだ若い。メジャートライアウト行ったらどうだ。夢もたくさんあるが現実は厳しいと。横川もそろそろやけどな。チームが勝ってるから隠れてる感じになってるけど。戦力外通告、ドラフト指名漏れどちらも楽しみなニュースです。とはいえ、ネオももうダメかな。斉藤みたいに高校がピークかな。甲子園で活躍しても、プロでの活躍は保証されてない。若いうちに転職した方が良いさ。柿木は高校時代見ても、ドラフトかかるようなレベルじゃないと思ってた。あの年の大阪桐蔭は藤原だけか。